中心固定の三次元構造中心固定は多くの真核細胞に存在する細胞小器官であり、中心固定が2つ連なって中心体を構成している。ただし、胃腸や素鉄類を除く出植物やほとんどの菌類の細胞には存在しない。胃腸や素鉄類、苔植物、シダ植物では生死形成時にのみ現れる。中心死、中心粒とも言う。 トリプレット微小管で構成されている中心固定。一般的に中心固定は3連微小管が9本、組み合わさって感情の構造をとる。ただし例外として、黄色症状映えなどの中心固定は、トリプレット微小管に代わって2連微小管が9本、線中の制裁法などの中心固定は、トリプレット微小管に代わって1本微小管9本で構成されている。 中心体は2個1組の中心固定が垂直な位置で L 字型に結合しに両体となったものを中心体マトリックスが取り囲んでいる構造である。中心固定は優位と分裂の際に形成される防水体を形成するのに関わっている。また細胞質分裂を完了させるために重要な役割を担っていると考えられている。以前は動物細胞で防水体を形成するためには 中心固定が必要であると考えられていたが、レーザー除去によって、中心固定を除去した細胞でも、細胞周期を進めることができると、実験的に証明された。また、中心固定を持たない変異体の肺も、弁毛や線毛を描く他はほぼ正常に成長することが示されており、弁毛や線毛を形成するためには、中心固定が必要であるということが示唆されている。他に、 レーザー除去や遺伝子操作を通して、中心固定を書いた細胞は、正常体微小管を書き、正常な不等分裂ができないことも示されている。中心固定は、弁網や繊網の形成を調節しており、中心固定が正常に機能しないと、弁網や繊網が正常に形成されず、様々な疾病を起こすこともあることが知られている。中心固定の複製は、 細胞周期の G1 期と S 期の間に起こる。G1 期で2両体となっていた母中心固定が分離し、S 期にそれぞれの母中心固定が複製されて、娘中心固定を形成する。その後細胞周期の M 期で、それぞれの中心固定の組が書く、娘細胞に受け継がれる。ありがとうございます。